パパパパパパ、ショットガンシャッフルはカードを痛めるぜ。こっそり近づいて何喋ってるか探るんだ。ってキモく、え、こって誰？怪しい、あいつ、なんだろう。どうした、アルベド語の辞典が足りないのか。ボロ、あるかれ、誰のこと言ってんだろう。あ、これもう近づけたんだ。スミレはなんとかかよ、みんな知ってら。とにかくさ、連れがお前を好きって、知恵のことか。連れてただよ、優子か知恵か。そいつはまだ明かせねえけど、ともちゃん可愛いな。誰がだか知りたきゃ秘密基地で待ってな。で、俺近寄りすぎるとバレちゃうんでしょ。そしたらどうなるんだ。可愛い子ちゃんに会えんだよ、バーカ。なんだよそれ。あ、もっと早く近づいておくべきだったかな。こんにちは、とも。ケンジってからかいがいあるよな。てめえってケンジのストーカーかよ。エグザクトリー、その通りでございます。違う、偶然で会ったの。ふん、よく言うぜ。ケンジがてめえに惚れてんの知ってんだろ。ケンジが？そうだよバーカ、今もスミのこと話してるとこさ。信じられない。スミにって帽子置いてったぜ。あ、じゃあこれカカシにあげよう。その金とこにさ。あ、だからさっさとかくっちまえや。無理だよ。いや、ポストに手紙入れちゃったじゃん。最高の一日になるぜ。あ、この人そこを話したいんじゃなくて普通に応援してくれるんだ。昼までにベンチでケンチに会えよな。あたいが話つけといてやるよ。私のこと嫌いだったんじゃ。別に嫌ってねえよスミ。みんなの前じゃちょっと行き合ってるだけでさ。なるほど、こういう性質なだけで、うん、悪い人じゃないんだね。よかった。だから悪のベンチへ来いよな。悪のベンチ、昼までにだぞ。でもそれは何してよ。知るかよ。なんかいろいろサブクエストあんだろ。某が野球場にいたぜ、からかってこいよ。ちょっとあの子、ともちゃんめっちゃいい。今んとこ一番押せるかも。今の聞いた？ケンジが君にほの字だって。うん、でもともの言うことだし。それがどうしたのさ、大事なのはケンジだよ。大事ケンジ、陰踏んでる。あなたって私よりケンジに夢中だよね。本当だ、ケンジの帽子がある。これって両思いなのかも。カカシさん、これ欲しいかな。よし、じゃあこれは渡してこよう。間に合ったか、おべさんが。戻ってきたとか。モロチン、戻らないと思った。そらまあ、カカシの客なんて風と雨とツンプラカラスぐれどもグレーなもんだばさ。すんで、あたたか。帽子のこと？ま、贅沢な願いだべな。持ってきたよ。はーい。どやん、どうだべ、似合うべか。すっごくおしゃれ。ありがとな。これでカラスどもに愛されそうだべ。私はずっと応援してるよ。この銭も受け取ってくれべか。いくらいくら？ちょっと80枚ぐらいくれ。2個か、惜しい。もう2個あればね、反転が買えるから。まあ先にちょっと進んでコイン拾えるか。カス。何それ、カスってひどい。もしかしたら力不転かもしれない。なんでこういうことするんだろうね。あ、もしかしたら3回表にあのカ取ったのかもね。カだからなんかそういうあれでしょ。野球だとしたら何だろう、かっこいい、走塁をした。で4回表にスライディングが激しかった。で5回表はもうとにかくびっくりした。悪意ってのはしぶといんだよ。
なんか洗剤とかあれば。これ横にあるタオルとか使えないかな。タイヤだ。ここ何かが住んでるみたいだけど、今は留守なのかな。このタイヤの裏とかにさ、あの汚水が溜まってたりするよな。樽って書いてある。ケンジだ。違うでしょ。ケンジじゃないよ。ボーちゃん、なんであんなに心に影が。ボーだよ。あの子面白そう。クソバナ、性格やっぱ悪いなお前。どうだろう、つまんないの。だって影が薄いっていうか、対面積はでかいけど。ボーちゃん、これシャツピザ柄かな、それともエメンタールチーズか。でも新しい友達を作るんだよね。練習してみようよ。練習ならまあ、練習のためにちょっと付き合ってやるみたいな。でも友達ってどうやって作るの。一緒の時間を過ごして特別な頼みを聞いてあげるのさ。あとは焦らずゆっくりと、一人で静かで豊かで、それだけ。ほらほら、話しかけて。好きにならなくてもいいからさ、遊びでいいってことか。別に棒は嫌いじゃないけど。とことことこ、何食ってんの。花札かそれ。ほらもう喋って。こんにちは棒。どうしたの。意地悪女子たちに田中邸へ入れって言われた。え、断ったよね。当然けど、背中をドーンって突き飛ばされてドアを閉められたんだ。あの小学生とかさ、あの女子トイレにドーンしてさ、あのあの閉められて、うわー誰々女子トイレ入ってるみたいなさ、そういういたずらあったよな。僕も泣きそうでさ。田中邸ってのはあれかな、なんか無人のそういうお化け屋敷的な。ドアもガンガン叩いて怖くて叫んじゃった。ぼひどい。そんでさ、なんとか外に出たら、あいつらゲラゲラ笑ってんだぜ。何人たりとも田中邸に入ってはならないのに。本当にさ、ホンパチポー。とにかくそれ、何やってるの。ゲーム。ゲーム大好き。何のゲーム。闇のゲーム。面白くないって。どうだろう、気に入るかも。僕が作ったゲームなんだ。すごい、ボドゲ作った。きっとつまんないよ。初期のオフィシャルカードゲームじゃない頃の遊戯王カードみたいな感じかな。遊戯のカードを引いたらそこで戦闘勝利っていう。作ったの自分で。うん、遊んでみる。あ、そう、その絵好みかも。え、全部棒が描いたの。すごい。じゃあ、え、そう。うん、一緒にやってみていい。わかった。んじゃ、シタンプリーズ。それでどうやって遊ぶの。まずはヒーローカードを決めよう。ヒーローの体力がなくなったら負けね。これが例の七星召喚か。わかった、私は誰になるの。そしたら魔法使いスミレかな。ちょっと TRPG 未満の。ボーちゃんすごーい。これ何、友達をイメージして書いたの。その知り合いのカードは全部アデュー。私のことなんて知らないじゃん。けど赤の他人ってわけでもない。まあめちゃめちゃ仲良くなくてもクラスメートとかだったらね、名前把握はできるからね。僕はケンジオーデン、イグ。ケンジになるの。当然、お気に入りのカードだもん。まあケンジはみんなの人気者だもんね。そしたら僕がデッキを切ってカードを5枚ずつ配るね。シパパパパパパ。ショットガンシャッフルはカードを痛めるぜ。わあ、なんか可愛いカードいっぱいある。僕にカード見せないでよ。見せない。でカラスのカードが攻撃カードね。またカラス。それと青いカードは防御に使う。攻撃を受けないと切れないよ。攻撃のターンでは特殊な紫のカードを使ってもいい。
ふむふむ。じゃ、一丁やってみっか。ドカーン、庭からした、つまりサンバガラスってことが。青いカードがあるけど。え、何のカード？鏡。お、聖なるバリア、ミラーフォース。お、そいつは攻撃を跳ね返せるんだ。ドッカーン。これ好き。ドッカーンをパクるなよ、僕んだぞ。あ、ごめん。じゃあドッキョーンにしとくわ。とにかく君の番だよ。ジョニーズのお姉さん、かわいい。ヨンバガラス、すげえ。ユーコ&トモ、あーかわいい。トモかわいい。間に合う間、攻撃ダメージ2倍、自身で半分食らう。ちょっとそれを置いて、ユーコとトモだ。こいつらは2人でセットだね。ちょっとプリキュア味があるな。うん、2人で一緒に逃げそう。そしたらこの街もピンフになるよな。うんうん。とにかくこのカードはダメージが倍になるけど、自分でもその半分食らうんだ。それってすっごくあの二人っぽい。でもそれでこの4番ガラスでさ、一気にダメージ、これで勝ちじゃん。4番ガラスかよ。うん、それって最強のカードだぞ。ほらほら、どうする。ここでバリアされたら負けるけどね。あー、打ち消された。愛しのお姫様、体力が5ポイント回復するよ。このお姫様って見たことある。気のせいだって、フィクションだもん。ジョニーズのお姉さんにそっくり。だってカード説明、ジョニーズのお姉さん書いてあるし。違うってど。けどこれってちょっとやりすぎじゃない？インスピレーションが湧いちゃってさ。モデルにするだけだったらいいけど、名前にカード名にさ、それつけなければいいんだよ。とにかく女の人をこんな風に書いちゃダメ。すんません。とりあえずダメージを与えて、あー返された。まずいぞ、ここはジョニーズしなきゃ。お、両者のライフを4ポイント回復。あー、だったら向こうはね、うん、2しか回復しないわけだから、今のうちにこれでこの神社のカードを切ってみよう。どうなるの？どっちの体力も4ポイント回復する。それと互いに真実を明かさないといけない。真実？え？それってゲームの一部なの？当然。誰が好きなのとか言わなきゃいけないの？あー、なんだかドラマチック。じゃあこのカードゲームをケンジと一緒にやれば、お互いの気持ち明かせるんじゃない？それで？私はケンジが好き。あ、そうなんだ。あなたの番。僕はジョニーズのお姉ちゃんが好き。じゃあ進もうか。でもこのカードゲーム便利じゃん。真実知ることができる。キューバじゃない。急ダメージのだ。あー、それやだ。大ダメージを覚悟しな。どうしよう、返すことができない。ねえねえ、今どんな気持ち？負けたくない。ま、こいつは大逆転もあるゲームだから、勝負はこれからってさ。とりあえず回復だな。で、この倍のやつを、お、知恵だ。前は仲良かったんだっけ？うん、でも今はいいや、忘れて。一度あいつとトモコが僕を学校のロッカーに閉じ込めてさ、僕がおしっこ漏れそうになるの待って、ようやくおしっこ出したと思ったらトイレに鍵かけてやがるの。でももうおしっこ漏らしたから大丈夫。え、それってひどいよ。そんな話しなくてよかったのに。あ、それ言えてる。ここは、倍化するやつ、いいダメージを与えるためにちょっとあの2人のカードは取っておいて。やだ、何これ、何のカード？ビビった。こいつは田中邸だ。どうなるの？このカードが場にあるとどんな攻撃もたまにミスるんだ。へえ、あそこ嫌い。僕は平気だよ。チェーン閉じ込められて叫んだって言ってたよ。
あ、覚えてやんな。大丈夫、私もきっと叫んだし、あとついでにおしっこも漏らしたし、きっと。ミスる時もあるとはいえ、ここはちょっとダメージ重ねていかないと。このカードは相手の攻撃カードを奪えるんだ。そういう新規カードをさ、どんどん出していくのずるいよ。あ、田んぼのかかしさんだ。友達なの。君って顔が広いんだな。誰がエラ張ってるって。かかしのカードを切ったら自分の夢を発表しないといけない。そんな特殊ルール。僕だったら超大金持ちになって札束でシャワーを浴びたいかな。札束でシャワー浴びないとダメなの？ただの夢だし。ごめん。私は今日やることを終わらせたいかな。新エンド、ベストエンドを見たいってことか。ちっぽけな夢だな。けどすっごく大変なの。これ奪えるカードを、あ、山札から、あ、違う、奪えるカードじゃないか。無効化だったら、あ、何、チュートリアルのためにこれやってあげないといけないの？あ、そうか、相手の攻撃ターンだから飛ばすことも可能だったね、そう考えると。またそういう。向こうの攻撃ミスってくれよ。これ4、今何個ある？これ、自分もダメージ食らうから、まず2ダメージ与えの、最悪引き分けには持っていけるか。これ、お、跳ね返す。これで回復で、向こうの、なんだそれ。あー、そっか、神社か。自分のことはもう言ったから、今回は頭の中で互いを褒め合おうか。で、どっちも4ポイント回復と。あー、回復はしちゃったか。跳ね返しがあるから、ここは自分の HP がまだ余裕があるうちに、無効化、あ、ここは無効化しとくか。で、まあでもミラーフォースが残ってる。ここは赤1だったらパスで、迷いどころだが、まず回復だ。よし、跳ね返し。神社はお互い回復しちゃうからな。お、かかしがある。いやらしいカードが来たら、でも4話のはないかな。もうどのタイミングでどれを奪っておくかで、4ダメージかけ2だから8でしょ。でもここで食らっちゃうとそれだけダメージ、神社はあるけども、よし、じゃあここは奪っておこう。で、向こうもなんかほら、こういうことしてくるから、このゲームさ、終わんないじゃん。ちっとも終わんねえっすよ、このゲーム。もうちょっとあのブラッシュアップ必要ですよ、ルールに。あー、もうダメだ。誰だ、こんなゲーム考えたやつは。やったー、勝った、僕の勝ち。でもあなたのゲームだし、これチュートリアルだし。それでも油断はできないだろ。そうね、やり直す。あ、やり直せるんだ。じゃあ勝つとこまでやろう。